はい、今回はこちらのメガメガブリーチを1回やったところとで今2回目をしてるところなんですけど、どれぐらい色の差が出るのかというのを見ていきたいと思います。はい、で今仕上がりがこっちが2回ブリーチでこっちが1回ですね。で黒髪からブリーチをすると徐々にオレンジっぽくなって、オレンジから黄色になってくるんですけど、この辺はまだちょっと温かみのある色合いなんですけど、ここはもう結構キンキンに、いわゆる金髪っていうのがだいたいブリーチ2回目からなってきます。でダメージ的にはほとんどの方は1回ぐらいだったらまだパーマとかもかかるかなぐらい、縮毛矯正とかもなんとかいけるかなっていう感じなんですけど、2回目ぐらいになってくるとパーマの場合はあんまり綺麗なリッチカールは出にくくなってきて、縮毛矯正でもよっぽど気をつけないとこうビビリジリジリしたような感じの毛先っていうのが出来上がってしまいます。なのでパーマとかそういう違うことをするだったらもう1回ぐらいで済ませた方がいいです。でこの上に例えばカラートリートメント、カラーバターとかそういうのをつけるとするなら、こっちは割とまあ赤でも少し暗めの赤、こっちの場合はもう本当原色の赤になりやすくなってきます。で髪の毛は一度傷むともう切るしかないので、まあ、なるべくはもう1回で済ませきれるならこっちで、本当原色もうすごい真っ赤にしたい場合はこっち、ただもうここになってしまうとパーマとか矯正とかそういうのはちょっと難しくなるということですね。なのでこの1回目と2回目このブリーチによるリスク、そこも考えた上でブリーチはするようにしていきましょう。また他にもいろいろと実験をしていきたいと思います。今回は以上です。